おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。以前、某リサイクル店で、787ケイツバメの、交尾車を、入手しました。動力不可だったのですが、一応電池を入れてみました。動くのですが、なぜか走らないので、今回は、動力部分を、修理したいと、思います。では行きまーす。まず、ネジを外し、分解します。さらに、動力部分を分解します。ネジを取り出してみると、やはりギアが割れていました。このギアを元の位置に戻し、接着します。ギアを戻すため、モーターの銀色の部分をハンダで溶かします。残念なことに、ちぎれてしまいました。仕方がないので、ミニ四駆のモーターを拝借します。さて、時間がかかりましたが、元に戻すことができました。では、治ったかどうか、電池を入れてみましょう。電池を入れて、あれ？なんで？ネジ直したのに。なんでだ？とかこれ、あれ、回らない。